はい、おはようございます。タカです。今週のテーマね、調整局面というのを挙げているわけですけども、やっぱりまあ調整っぽい動きになってきたんじゃないですかね。なかなかこう重要な高安は抜けてこない。まあそれなりにこうボラがありますからね、短期足見ていくとそれなりのトレードはできるかと思いますけども、あまり大きなトレンドなどを期待してしまうと今の相場ちょっとこう難しいかもしれませんね。そろそろまあ月末なんかも意識はされてきそうですけども、ただまあこれを込みで考えてもちょっとこう動きは鈍そうな気はしています。このあたりを踏まえてチャートの方をまずは見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドル最近よく動いてたんですけども、ここ最近ちょっと流れが止まってきています。現在は調整局面、かなり意識している状況、このぐらいのサイズの調整見てるんですけども、今週はさらに値動きが小さくなっていますね。こんな感じのレンジ、つまり大きなレンジの安値圏でさらに小さなレンジを組んでいる状況です。下の方に抜けてしまうと下落トレンドが継続して出てきてしまいますから、動きも出てきそうなんですけども、まだ抜けるような動きにはなってないですね。まあ、現在地見ていくと高いか安いかと言われたら安値圏、ということはまあドル買いを見ていくような流れかなというふうに思うんですけども、ここまで大きな流れが出てくるかどうかもちょっとこう怪しいところがあります。まあ、今週は調整というのをテーマに僕は考えてますんでね、この青い小さなレンジで収まってしまうような、まあ、そういった小さな動きになってしまうかもしれないですね。一応今夜ね、アメリカの市場が引けた後になりますけども、NVIDIA の決算を控えてますから、もしかしたらこれで何かしらこう動きはあるかもしれませんけども、特段こう材料がなければね、大してこう動きのないような相場というのは続いてしまうんじゃないかなと思ってはいます。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。こちらも上昇トレンドの押し目買い環境がある中で、もう少しこう短期足見ていくと下落トレンドの戻り売り環境もあるわけですね。この高値を抜けてこない、安値を抜けてこない、なかなかまあ上下の抵抗を抜けてこない、結局まあ攻防になってしまってレンジになってしまってるんじゃないかなと。まあ、この話ね、もうずいぶん前から同じような話をずっとしてるんですけども、なかなかまあこの環境が変わってこないんですよね。まあ、つまりは調整局面ということなのかなというふうに思います。次の流れを見ていこうと思えば、この緑枠レンジからのブレイクを見ていくことになりますけども、まだもう少し時間はかかるかもしれませんね。円相場に関しても、ここしばらくかなりのボラがありましたけども、さすがにと言っていいんですかね、ここ最近ちょっとこう値動きも収まりつつあります。まあそれでもそれなりにはこう動いてはいるんですけども、ただこうして見ても明らかにもボラも小さくなってきてますからね、大きな動きは期待は難しいのかもしれないですね。まあこれも月末を絡んでますんでね、もしかしたら動いてくるかもという、まあそういった警戒心、解くわけではないんですけども、基本的には調整局面を強く疑って見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強軸チャートになります。昨日はあまりこう動きはなかった。ここ最近よく動いていた円相場もあまり動きはなかったですね。ただまあ動きはなかったとはいえ、それでも昨日でもドル円は上下で1円ぐらいは動いてますからね。やっぱりまあこれぐらいの値動きは今後もありそうですかね。ただこのように通貨強弱で見た場合はちょっとこうやっぱり動きも鈍いですよね。他の通貨もこう目立った動きはありません。まあ輸出のポンドですかね。このポンドが買い戻しが進んでるかなと。まあ8月に入ってからこのポンドが弱かったんですけども、この弱い流れからまあしっかり買いが入ってきてるという流れがあります。このポンドを売るという選択肢はまあ少しこう警戒はしたいところですかね。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。昨日の冷やし、これなんですね。ただこれも上下高値安値を見ていると、まあ、1円ほど動いていますから、まあもちろんこれは短期足を見ていけばチャンスがないというわけではないんですけども、ただまあ値動きという意味では明らかにこう落ち着いてはきてますよね。このあたりを調整局面と見ています。高値を試してダメだった形からの下を試す。この下もなかなか抜けてこないということで、現状は高値安値、このあたりがはっきり見えているんではないかなと思ってます。現在地はレンジの安手圏ですから、まあ、あえて買いか売りかを決めると言われたら、まあ、若干買い目線かなというふうに思いますけども、ただまあ昨日の値動き見ていても上値も若干重いですからね、そんなに大きな動きを期待することがそもそもあまり良くないのかなという気もします。あまりこう動かない相場ですかね。この安手圏での攻防というのを疑って見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとこの辺りのサポート割れた売りのトレンドになってくるわけです。ということは戻り売り環境があるわけですけども、一方で冷やし環境を見ていけばこの辺りは冷やしレンジの安値圏ですから、まあ、下のサポートを意識すれば買いが入ってくることもあるわけですね。押し目買いが入ってきてもおかしくないと。
ということは、下がれば買いが入ってくる、上がれば売りが入ってくるの調整レンジというのを疑って見ていくことになるかなと。現状見えてる抵抗体、上が145円、下が143円の後半あたり、現在地はそのレンジの真ん中です。まだ今深夜の1時ですからね、朝にどの位置になるかわからないですけども、朝はこの真ん中からのスタートになってしまうと、これはちょっとこう流れが見えにくいかなと。レンジの真ん中ですからね、この位置から買いが入ろうが売りが入ろうが、これはもうどうとでも動いてくるような場所ということになります。優位性というところがないですからね。まあ、そもそも調整局面を疑って見てますからね、トレードしていくんであれば、せめてこういった抵抗体に引きつけるというのは大事に見ていこうかなとは思います。はい、ではこの後はドルその3通貨を見ていこうかと思いますけども、まあ、どの通貨を見てもちょっとこう動きがないんですね。まあ、大してこう述べることもないんですけども、こちらがユーロドルになります。1時間足に冷え性を重ねています。まあ、チャートを見ていくと強い、ドルは弱いわけですけども、ここ最近はもう流れが止まってますね。調整局面、高値安でも見えているかと思います。ユーロドルの場合は高値は 1.12、安値が 1.11 あたりを見ています。現在地は若干高値圏かなとも思いますけども、まあ、昨日の動き見ていても全く動いてないですからね。もうこれでは積極的にトレードは難しいですね。はい、変わりまして、こちらがポンドドル。1時間足に冷え性を重ねています。まあ、ポンドに昨日買いが入りましたんでね、昨日は高値を更新してきましたけども、環境から見ても、これを積極的にロング見ていくのはちょっとやっぱり怖いですね。上昇トレンドの調整局面は疑って見ていこうかと思います。ただ、このポンドに買い戻しが入ってるという点は、これは強弱チャートでも触れた点になりますけども、このポンドの買い戻しがしっかり今出てますからね。まあ、現状この位置は僕は高値圏とは思ってはいますけども、だから売っていこうとは思えないですね。どちらかというと、まあ、買っていくには高値圏すぎてやりにくい、売っていくにはチャートが強すぎるという感じで、今の環境にこう合ってこない環境なのかなというふうに思います。もう一度こうドルが売られる環境とかね、そういった流れが見えてくると面白くはなってくると思うんですけども、僕は今これは慎重に見た方がいいように思いますね。はい、そしてこちらが5ドルドルになりますけども、こちらはもう調整局面ですね。上昇トレンド、これが止められての調整局面、高値が 0.68、安値が 0.67、まあ、現在地見ていくと高値圏ですから、まあ、あえて見ていくんなら高値からの売りかなという気はしますけども、ただ昨日の日足を見てもこれですからね、これではトレードは難しいかなと思います。積極的にやっていくような環境ではないかなというふうに思いますね。はい、ではこの後は黒線の3通貨を見ていこうかと思いますけども、こちらも調整局面というのがよりこうはっきり見えてきたかなというふうに思います。まずこちらがユーロ円になります。1時間足に冷え性を重ねています。下落トレンドの戻り売り環境、もうこれはやっぱりありますよね。ただなかなか下がってこない。下から見ていけば上昇トレンドが見えていますから、押し目買い環境もあるわけですね。この買い取りとの攻防、決着がまだついていないからこそのレンジ相場というのが見えているかなというふうにも思います。まあ、現状これをレンジと見ていくんなら、まあ安値圏かなという気はしますんでね、買いか売りかあえて見ていけと言われたら、まあロングの方が面白いのかなという気はしますけども、ただ抜けてしまったらトレンドも出ます。ただ、今週は抜けるかどうかはわからない。僕は調整局面を強く疑っているというところもあります。今週の月火の動きを見ていてもあまりこう動きもないですよね。安値圏だから買っていこうと考えるにはもう流れがなさすぎますので、まああまり無理をしなくてもいいのかなという気はしますね。はい、こちらがポンド円になりますけども、こちらも下落トレンドの戻り売り環境がある一方で、もう全く同じ環境ですね。上昇トレンドの押し目買い、この攻防の決着がついていないわけですね。昨日なんかこうポンド買い入ってきましたんでね、まあ、高値抜けてもおかしくなかったかと思いますけども、そういった動きにもならずと、ということはもう今日も調整レンジを強く疑って見ていくことになります。上がれば売りが入りやすい、下がれば買いが入りやすい、現在地は真ん中かなとも思います。こういった真ん中付近でポジションを持ってしまったら振らされてしまいます。注意はしないといけないかなというふうに思いますね。はい、こちらが5ドル円になります。1時間足に冷やしを重ねています。まあ、この線全部同じような環境ですね。下落トレンドの戻り売り、こういった環境がある一方で、上昇トレンドの押し目買い、この決着というのがついていない、だからこそのレンジ相場かなというふうにも思います。ということは、まあブレイクを見ていけば次の流れが見えてくるんだろうなというふうに思うんですけども、特に5ドル円なんかも全然動いてないですからね、現在地もレンジの真ん中、無理にトレードしていくような環境でも全然ないと思いますね。まあ、もちろんブレイクというのはいつか起こりますからね、全く期待するなというわけではないですけども、そんなにまあ期待感を持てるようなチャートになってないですからね、まあ慎重に見た方がいいのかなというふうに思いますね。
はい、ではこの後は株式市場金相場の方を見ていこうかと思いますけども、まあ、こちらも動いてないんですね。こちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に冷え性を重ねています。直近の高値にぶつかって今値動きが止まっています。調整局面を疑っているんですけども、まあ、これも弱ければ売りが入ってくる場所で売りが入ってこないですから、やっぱりチャートは強いんだろうなというふうに思います。ただ高値を抜けていくほどの材料もない。まあ、さらに今夜、アメリカの引け後になりますけどね、NVIDIA の決算、まあ、大きなイベントになります。まあ、控えてるということにもなりますから、さすがにこれではもう手は出しにくいかなというふうに思います。NVIDIA の決算を受けて抜けてくるか、上値重くなるかというところですね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に冷え性を重ねています。こちらも環境全く変わらず、ダウと比べると上値が重い環境があるという目線も変わってはいないわけですけども、その割には売りも入ってこないんですね。であれば強いということ、ただ強いんであれば抜けてほしいわけですね。ただ抜けていかないということは、まあ上値が重いということ、戻り売り環境がある一方で、まあ押し目買い環境もあるんだろうなと。この決着が現状はついていないわけですから、レンジになりやすいのかなと。ということは、まあブレイクが、まあ次のトレンドを生むわけですけども、まあいつブレイクしてくるのかとか、まあどういった材料でブレイクしてくるのかとか、あ、こういったのがちょっとこう見えてこないですね。まあ、今週は特に大きなイベントもありません。まあ、あえて言えば月末絡みということになってきそうですけどね。まあ、それだけではちょっとこう動きは出てこないんではないかなと、僕は調整レンジを強く疑って見ていこうかと思います。はい、そしてこちらが金相場になります。1時間足に冷え性を重ねています。まあ、金は強いですね。上昇トレンド見えていますけども、さすがに一旦今は流れが止まっています。調整局面、調整ですからレンジを疑う。チャートは強いですから下から買いたいわけですけども、なかなかまあ押してきてくれない。ただ現在地を見ていくと高値圏だと思います。今は流れも出てないですからね、この高値圏でロングを積極的にやっていく必要はないかなと。まあ、押しがあれば拾っていくというのは全然ありだと思うんですけども、押しが入ってこない段階で積極的にロングを狙っていくような環境でも今はないのかなというふうにも思います。やっぱり何かきっかけが欲しいですね。強いか弱いかと言われたチャートもものすごく強いですから、まあ、基本的にこう売りを見ていく必要はないと思うんですね。例えば今の現在地も高値圏ではあると思いますけども、だからといって売りを見ていくような必要も全くないと思います。まあ、基本的にはいつか抜けてくるだろうという目線で見てはいるんですけども、ただ今すぐ抜けてくるかどうかというところで、まあ、そこは少し疑問を持っているということですね。まあ、特に今週なんかはね、慎重に見てもいいんではないかなというふうに思いますね。推しがあれば、チャンスがあれば拾っていくぐらいの気持ちでいいのかなというふうに思います。はい、ということで、まずはドル円ですけども、まあ、調整局面ですね。そもそもレンジが見えてるんですけども、レンジの安値圏でさらに小さなレンジも作り出しています。まあ、つまりは安値圏での攻防、チャートとしても弱いですからね、基本的にこう下に抜ける動きには警戒はもちろんこれは必要になってきますけども、抜けてくるかどうかと言われると、抜けてくるには何かしらやっぱり材料必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。ただ今はその材料というのも乏しいですよね。まあ、来週になってくるといろいろこうまた出てくるんで、今週に関しては調整の動きを強く疑って見ていこうかなと思います。はい、そしてまあこちらが円指数になりますけども、こちらもレンジ相場という形がもうはっきり出てますよね。まあ、円はかなりこうボラがあったんですけども、さすがに値動きも収まってきています。現在地見ていくと高値圏かなという気はしますから、まあ、あえて見ていくんなら売りかなという気もしますけども、まあ、そもそも動かないかもしれませんので、まあ、あまりこう前のめりにねやっていくような環境でもないのかなというふうに思いますね。はい、そしてまあこちらがドルインデックスになりますけども、こちらもチャートとしては動いてます。下落トレンドは見えてはいますけども、現在は流れが止まっての調整局面を疑っています。現在地はそのレンジの安値圏ですかね。安値なんであれば買いが入ってきてもおかしくないと思うんですけども、買いが入ってくるほどの動きにもなってこない。ただ売りが入ってくるような流れにもなっていない。まあ、動きが止まってしまってるんですね。昨日の高安も抜けてないですからね。安値圏での攻防というのを今後見ていこうかなと思います。まあ、月末も絡んできますからね。まあ、絶対動かないとはこれは言わないですけども、動くことを想定してポジションを取っていく必要はまあないそばかなと。基本的には調整局面を強く疑って見ていこうかと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。